やっぱそうなんですね。うまいね。でしょ？いや始まってる。嘘でしょ？本当に。やります。はい、やりますよ。嘘でしょ？いや本当です。から。今日もちょっとできる雰囲気ないんだけど。いやいや早くこの自己紹介してください。え？誰かと思うんですか？皆さんこんにちは。ナビゲーターのドバシです。よろしくお願いします。こんなラブでいいの？番組こんいやいやね。 どうですか、今日のマッサージいや、気持ちいいね、今日当たりじゃないですか、今日のマッサージはねやっぱね、ちょっとこう、なんていうの、指の力うん押す加減とか、そういうのがね、やっぱ力があるからそうなんだ、絶妙でしょ、絶妙でしょじゃあ、ちょっとマ心が分かってるんねうんいや、いやこれね、かなり体のことを知ってるねほんだって、さっき見ました、僕痛いとこ僕もまず何も言わずに 触られて、ここを張ってるねって言ってましたからねいやいやいや、早く早くやってるから番組やりますやります今日マッサージね、良かったですよこのですよ、この方なんでね、この人がってことはありますけども確かにはい、私です皆さんこんにちはまさかのね。 まさか斉藤隆です。斉藤隆がね、メディカルケア、メディカルケア株式会社、はい、ヘルスケア推進トレーナーで今働いてます。いや、ね、なぜね、今こんなやってるかね、ちょっとです。そうですね。やっ体うまくいいね、生かしている感じが。生かしてまする。最近ちょっとお腹の方だけ出てきてる。そう、そんな感じないけどね。本当です今へっこましてるんだ。バレないよ。気抜くとちょっと出ちゃう。 ちょっとやりましょうよね。じゃあちょっとびっくりお願いします最高に気持ちね。やばいどうすごいいやいやいやどうですかいやなんですかベッドもめっちゃ気持ちいいねここはですねメディカルケアさんまあタカが今所属してますけども会社のねそう基本もともとは介護介護の機材レンタル機材レンタルね。すごいですよねだからねいろんなこう だから枕とかの種類もすごいし今僕もベッドに寝てたんですけどめちゃくちゃ気持ちいい気持ちいいんですよで結構ほら人って寝てる時間って長いって言われてるじゃないですかだからこそこのマットとか枕とかの大切さっていうのをねここ数年というかあれですけどアスリートも結構そういうのに結構目を向けるようになってねいやすごいやっぱり道具っていうのは大事だなと思いました最高です いやいやいやじゃあちょっとね、はい、ゆっくりきましょうかねタカティにタカティにじゃあすいませんちょっと切り替えてもらってね <laughs> ほんねいやあ気持ちよかったなかなかいいね早くおいで <laughs> こっち早くおいで今日のゲストはね はい、紹介しましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。なんかもうもう水飲んでるね。もう飲んでます。も番組の分かってるねもう。もう少し説明しなくてもね、番組中に水を飲むっていう。いやいやいや。そうです。これちなみにドバスタのやつね。台本。合ってないような合ってないような台本の感じだけどね。もう慣れたもんでしょ。喋りは。全然全然。すごい緊張。 もうすごい緊張、嘘つく。そんなことないでしょ全然ないでしょう。ね、いらないでしょこれ。いる。いや、いらないです。大丈夫です。いやいや、改めましてね、ご紹介しましょうかね。今日のゲストですけども。はい。はい。はい。いや、信州ブレーボールですね、今シーズンから。ホームタウン活動推進担当。斉藤貴人さんです。お願いします。いやいや、もうね、貴人とも付き合い長いですけど。 そうですね、まあね引退しまして新しいね一歩を踏み出しまして、まあ、先ほどね、はい、あのマッサージしてもらってましたけども、うん、まあ今は引退してからそうです、はい、引退してからこの千曲市っていうところで、うんえー、地域密着っていうのを一つ年掲,掲げて、えーまあ、活動活動働やっているメディカルケア株式会社というところで。 新しい部署すごいねはい作って頂い,いてヘルスケア推進トレーナーっていう名前で考えるね、えー、ちょっと経歴ね <laughs>、あのー、出してもらったけど、はい、ちょっともう一回経歴出せますでバスケをやってきてねずっとそうずっとバスケしかしてないですねバスケしかしてきてなくて、はい、引退を去年1819シーズンで引退、うんはい で、今まあウォリアーズのホームタウン活動推進担当をやりながらだけど。今の会社に。就職っていうか。就職しました。そうだよね。はいすごいね。い、何がすごいですか。いや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 。引退したら。職探さなきゃいけない。まあ、確かに。まあ、普通だよね。普通、普通だけど。生きていくためには。でも、大体の人がさ。あの。 俺もそうだけどアボリアズに入るんだろうなって誰もが多分思ってたと思うサッカーの選手もさ、引退したらさ足通しやるのかなとなってさっていうのが普通な中でなぜこの道を興味があったから。バスケットはプレーすることが好きで自分がプレーを楽しいからバスケットをしてて。 でじゃあプレーをしなくなって、うん、じゃあ子どもたちに教えたり、まあ、指導者になったりっていう道もない、えー、と全部なくしたわけじゃないけどそれよりも別なところにまた情熱を燃やしてやっていけるところはないかなっていうふうに考えていろいろ考えたんですよ。 小民家が好きでリノベーションしたくてそれをできるのは何だろうと思って、うん、大工かと思って、うん、大工の知り合いのところに行って、うん、なんかいろいろ話聞いたりとかしたら、うん、いやこれだったらまあ最悪教えてもらいながら、うん、仕事しなくても なんかでででもきるかなっって思たんすよ物は完璧にできないかもしれないけどなんかそれは楽しみながら楽しみながらできるかなと思ってじゃあ大工はないなみたいな。でもともとこういう体のことについてもともと怪我も多かったんで自分のケアとかにもずっと自分でしてたりとかそういうところからこっちの方にも興味あるな

接点はあったのなんかこうえと現役の時に一回その、うん、このメディカルケアっていう会社の介護施設もやってるんですけどうん、うん、そこの介護施設で、えー、講演をやららせてもらったんですよ、うん、チームワークと、うん、あと腰痛予防について。うんうん、でその時に話をさせてもらったきっかけがあって。<ー>はい、でその時に こういう介護職員の人の現状とか今政府がいろんな改革働き方改革だなんだってやってるところでもう少し介護士さんたちの改善をしていこうというところの話からじゃあ体大事ですよねっていう話ですごいねそれで企画書を作って「すみませんお願いします」って。 作ってっていうところはさ、どこから始まったの？もう例えばウォリアーズで、まあもうちょっと引退しようかなって思うところからもスタートしてたのか、それとももう引退してから？引退してからしてから、してから、してから。え、でもさ、こうなんていうの？まあマッサージの技術だったりとか、そうは言ってもすぐ取得できるものじゃないでしょ、それはやっぱり。そうですね。ね、まあ引退を決めてから少しずつまあ興味を持って、え。 まあ知り合いがまあこういうねバスケットをやってたおかげであのマッサージとかそういうのはもうすっごい普通の人は考えられないぐらい受けてきたわけですよ。毎日受けるじゃないですかなので、まあ、ある程度体の知識、まあ、それから大学の時に解剖学があったり解剖実習があった,あったんで、まあ、ある程度のベースはまあちょっとだけはできている状態からまあそういう人たちにこう習ってで、えー、引退してから。 あのボランティアで最初行かせてもらったんですへえマッサージのマッサージの介護施設に行ってその今働いてる介護施設でマッサージをずっとやらせてもらってでそのうち資格取りました資格取って取ってそのタイミングでもバンってマジですごいねでも引退してからだもんねそうですそうです 時間がない中で結構もうじゃ切り詰めてもいろんなことを勉強もして勉強もして経験値も上げていきながらもて,経験値も上げてで今でもやっぱりその,あのなら習いに行ってというかあの勉強させてもらってみたいな感じで今会社の中ではどういうふうな形でやっての社員さんたちを社員さんたちをマッサージするっていう、うん、マッサージするはい形ですまあ福利厚生としての一環として、うん、ということですけども、はい、へえ面白いねなんかこういろんなこうね セカンドキャリアいうののありますけどねスポーツ選手今東京とか首都圏なんかは多分多くなってきてると思うんですけど週何時間以上何十時間以上働いた人は必ずこういうプログラムを受けなさいみたいな風にだんだんこうなってきていて心と体のメンテナンスというかエクササイズとかもやったりとかマッサージやったりとかっていうのでストレスを発散したりっていうのを推奨してるじゃないですか。それを 長野で多分長野県で初めてこの会社が取り入れてやってる面白いと思うんですよ。僕まあ調べてないんですけど、ハイオニアってわけね。そうです。メガ。そうです。メガ。ハイオニア。駆者ってやつ。でもさ、本当に大きい会社とかだとやっぱほら会社のあんま会社でもいいね。そう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 。者さんがいたりとかね。もちろんやったりするぐらいだからそういうところのイメージってことでしょう。そうですそうです。マッサージだけではなくて。 まあ、あの希望する人はそのエクササイズみたいな、うん、まあ体幹トレーニングだったりとかっていうのもその中で例えば悩み相談っていうか、うん、まあ普段思ってる人には吐き出せないことをまあマッサージしながらとか言ってもらって心もストレスを発散してもらうみたいな。しかも選手の時にすごい トレーナーさんとかにマッサージを受けてたからまず体のことよく分かってるじゃん。でその体の勉強するって意味でトレーナーさんとの付き合いも結構あるから勉強にもあれだね。いろんなトレーナーさんがいるっていうの相談もできるし。俺だったらこうだったなみたいなあるじゃない。やっぱりこういろんなトレーナーがいていい悪いがすごくわかるじゃない。そうだよね。だから自分がいいと思ったやつを今その自分の にしててやっますそこからいろんな派生してこの人のいいところはここだっていうのを教えてもらってそれを自分の中に落とし込んでやってますしかもトレーナーさんにマッサージしてる時って選手の時そうだけど割とんかちょっとこう愚痴じゃないけど出ちゃったるトレーナーさんだってそういうんかこう間柄っていうかちょっと愚痴聞き役みたいなねだからその役割も今やった今でね聞けるっていうす。 自分が受けてたからこそわかることね。その気持ちがわかるというかね。うん、そ,ねそこは結構やっぱ強みだね。強みです、ね。これをやっていく上で。そうですね。やっぱりそのスポーツ選手がセカンドキャリアとしてこういうことをやってるっていうのは、うん、まあ言いますけど、うん、まあ多くはないじゃないですか、ね。うん、やっぱり先ほど言ったようにその業界にずっと入っていく進んでいくっていうのは多いと思うんで、うん、まあそれをちょっと別な方向に行ったっていうのは。うん まあ強みでもあるし、いろいろ考えてるね、面白い間に。いやいや、ずっと話してましたよ。嘘つけ。ずっと話したじゃないですか。まあまあ、一応一話してたけど。でも、どうだな、まあその。去年で、まあ現役を終えて、引退後のこう生活。今これやってますけども。いろんなことを含めて、こう。えっと。今は、その今ここで働かせているメディカルケア株式会社というところで働かせていただいている。反面、その。 リアの方としてもホームタウン活動推進担当というちょっと長い名前がありますけどその名前で今、オーリアーズをバスケットを知らない人たちもう全然見たことないですとかっていう人たちにもっと知ってもらおうそして知っている方なんかはもっと深くオーリアーズと一生のおき合いをしてもらおうというところです。 絶対大事だと思う。はい。その役割って。そうなんですよ。うん、で、それは僕がバスケットを子どもたちに教えるよりも僕にしかできない役割だと思って今やってます。はい。まあもちろん子どもたち教えることも大事だし、これからのバスケット界、長野県のバスケットボールの底上げえとかそういうのはすごく大事ですけど、それはまあ言ってしまえば他の 選手引退した選手だったりとかうちのアカデミーとかでもできることであってじゃあ僕は何ができるかなって考えたときにやっぱ8年間ずっといさせてもらって少なからず。 ウゴリアーズのことを一番知っているし、そうね歴史を見てきてね、まあできた時からね、初代キャプテンですかだからそういうところを考えると僕がその世に出ていく、その広めていくっていうのは一番僕がまあいいんじゃないかなっていうところでそういう活動をやらせてもらってます。考えてるね、ね、考えてなさそうで、ね、考えてます考えてますね、しっかり考えてます、大人ですからね。 でも選手のときとはさ例えば一日の生活サイクルも変わるわけでしょ変わりますそううでしょ全然違今どういうサイクルで日はっての朝朝、まぁまぁ起きて9時から6時まで会社に来て会社に来てそれから他の時間はウォリアーズのイベントだったりとか土日はホームゲームに行ったりとかもしますし休みのときってことだよね。はい だ常に働いてまますそれは選手の時とた違うじゃん全然違いますよ選手の時だったら午前中練習だったら午前中やってもし午後がない時は午後は体のケアしたりとかフリーでとか今はもう一日中だから動いてる感じですどうどうなのいやもうそれをやらなきゃって感じですむしろそれを求めてるみたいな逆にこうああちょっとしんどいなっていう体のあれなのかいやもうめちゃくちゃしんどいですそうだよな自分がマッサージしてもらいいた いや何がしんどいかって体がきついんじゃなくて精神的にきつい、うん、その汗もかかないから発散ができない,ないですかかるわかる分かる,分か,る分かりますだからその汗をかいたことによってストレスが発散するみたいなのもあって最近もやたらとあのサウナとか何万よく行って汗かきたいみたいな <laughs> だがとそれは俺も一緒で俺マジでサウナめっちゃ行くから現人の時は毎日汗かくのが 当たたり前だっじゃん、あれでこうリフレッシュできるよう思ったけどもう引退してアンバサダーになった時汗かかないからそれが気持ち悪くて毎日のようにサウナ行って風呂行ってサウナ行ってそれやっぱ今求めてるんですよ汗かかないと気持ち悪いって感覚でそうそうななんかちょっとストレス発散しないなでも僕の場合はもともと運動嫌いなんでそんなわけないだろアスリートがねし だから今まあ引退してから三ヶ月ぐらい経ちますけど、この前バスケットや子供たちにねイベントでイベントというかまあクリニックであってそれ以外動いてないです。嘘でしょ？本当に何にもしてないです。マジ？えなんかちょっと動きたいなとかならない？ならないです。 動きたくないんですけど汗かきたいんですよだからもう風呂しかないややこしいわややこしいわマジでそうなんですよだから一切やってないですあの本当はいいやいやなんかやろうよ一緒にやりましょうやりましょう空いてる時間にえだから靴もらったじゃあげたじゃんだからやりましょうもうずっとオファー待ってたんですけどいやいやお前要求めっちゃ増えてくれた靴が待つみたいなだからオファーがないなと思ってやろうやんましょう一緒にやりましょうねえ 縄跳びとかやります。縄跳び地味じゃない。<laughs> いやなんか面白そうだけど。ちょっと恥ずかしいまあ、うん、あれなんですけど、その介護今働いてる介護施設で、うん、誰も見ない見てないことをこうやって確認して、うん、ちょっと天井にジャンプしてみて触ってみたんです。<laughs> うん、その瞬間あの全然飛べてないっていうことと感じる。はい。あとなんかもうそれによってふくらはぎとか行ったみたいな。<laughs> <laughs> 老化現象早いな老化現象がいやこれやばいでえ体重とかさだって体型はそんなに俺変わってないってお腹へこもしてますからね本当にいやでも変わってきてますやっぱりはいすごい落ちてきてます筋肉が落ちてきててまあまあそうだよね最初はねまああの体重はえっと5 6キロ増えましたけどえでないすずっとこのウソ もうこれ一ヶ月半二ヶ月ぐらいはずっと同じあじゃあそこで多分落ち着くんだはいだからそこぐらいがずっとなってますけどブースターさんにもさあれタカさんちょっと太ったんじゃないとか言われる言われるやっぱ見てる人は気づくんだね自分でもなんか顔見ててあれ丸くなってきたなありますよ嘘はい。体見ててうわこれちょっとやばいなって思いますえジムとか行きたいとか思わないの全然思わないです嘘 まあ、でも、それだけまだ酷使してるんじゃないですか。ね、あまあ、そうかもね。ねだもう少し時間が経ったら、ちょっとやっぱり動きたいなとかって思うかもしれないね。俺、はどちらかというと、時間があったら、ちょっとジムで走ったりとか。マジですか。すごい。<く>それもねいや、でも、時間がある時だけだよ。だから、そんなガリガリなんですか。そうそうそう。馬鹿 <laughs> 野郎。<laughs> そう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 。体を動かしたいなって,思って。思いや、もう、全然なくて。本当。はい。で、今は、その、動かすんだったら、何か、その。 筋肉だっっっったたたりりり骨だだ神経だったりっててのを調べるる時間にやってるとかあとはその今こうやって活動させてもらっててすごい自分が足りないなってものが例えばその他の競技のんとこと今の順位がどうだとか以前こういう人がいたとかなんかそ,のそういういろんな話を振られても対応できる自分っていうのがいないから。 それを勉強しなきゃと思って何かこういろいろ調べたりとか他の競技とか他の競技<ー>例えばじゃあ長野県で他のスポーツとか、うん、いやもう全然うち来てなんかだからフットサルのルールはって言われたりとかフットサルの今の順位はって言われたら例えばですよボアルースなんか申し訳ないですけどまだ一勝もしてませんとか、うん、知ってるじゃん <laughs> だからそういうのうそういうのそん,そんなとこ知るなよもう <laughs> 残り0.4秒で同点に立ったそんなとこいいようそんなとこいいよんかそういうのやっぱり知識はやっぱり入れておかなきゃなっていうのは思ってますなるほどねそういうところはやっぱりあとはまああとは自治問題というか今こう世の中で起きていることとかそういうのをなるべく知らないほかの競技それこそさいろんなパイプあるわけじゃん んかの競技の選手をちょっと体を見に行ったりとかさ勉強がてらねとかっていうのって面白いよねだって使う筋肉も違うからサッカーとバスケも違うだろうしうちなんか全然ウェルカムいつでも本当ですかじゃあ雇ってもらっていいですかその話すっげえ話でかくなっちゃってるすごいねじゃあ引退後は生活はかなり変わっていったね変わりましたねでも楽しく 毎日こうんかややりがいを持っっててますでもいい形ででもスタート切れたねねね形としたら自分がやりたいことと会社がそういう介護とかねんかもうすっごいいろんなもの出してないそうなんですよすっごいいろんなものをここに買いに来るお客さんもいたりとかしますし介護用品の販売と主にレンタルとかもやってますし。 ででああれしょなんか困った時の解決するそうですね便利便利ってやつとかいろんなことやってるんでしょそうなんですよまあ一つのトータルであの全部回るように介護施設の何か問題があれば便利さんが行ってとかちょうどよかったもうねそれこそそろそろお世話になりそうな方が早いから俺はまだ早いねまあ一人はねちょっとね一人はね まあまあ、おむつとかもありますから。いやいや、なんでもあるってことだもんね。なんでもある。そうですね。はい。いやいや、でも、まあ、ね。そうは言っても、新しいそのウォリアーズの話もちょっときましょうよね。せっかくですから。今シーズンね。今シーズンの話を。そうです。どう、それがもう喋りたくて喋りたくてしょうがなかったんですか。らどうなの。やっぱ引退して、自分が現場から離れた感覚で、こう見てるウォリアーズって、まず。すごく変な感じ。変な感じ、やっぱそう。すっごく変な感じです。なんで。 自分がそこにないんだろうって思う当たり前のようにいたからだよねだからそれを思うようになってきました最初はそんなことなく普通にオフシーズンの感覚だったんですけどもうこれで開幕ですってなるんで俺練習しなくて大丈夫かな自分ってちょっとさ複雑な感覚もあるああ、あそこにいたらなとかっていう俺はすごいあったのやっぱり最初はねそうですよねもまあありますありますそうだよね まあそうですね自分がまだ、まあ、やりたいっていうわけではないんですけどそこにその空間にいるというかなんでいないんだろうなっていう,うん、うん、その不思議な感覚はありますけどうん,、うん、うーんまあでも頑張ってほしいなっていうのところと僕ができることっていうのでもうちゃんと割り切ってやってるようには、はい、してます。 そのさまあ引退をして一年目で高とから見た今シーズンまあ去年も選手がねまあ優勝をしたあのメンバーで優勝してまた選手が入れ替わってで新しい選手が入ってきた今シーズン、はい、どういう風うな今シーズン展望でこう見てるいや間違いなく強いです強い、うん、強いもう強いあ,あそうはいどの辺で強いなっていうのは やっぱりあの昨シーズンを経験したメンバーがある程度残っているじゃないですか。もう特に外国人選手あのマックウェインっていうところはまあ絶対にあのそこはもういることで真ん中から上位には必ず行きます。あそう。もうそこがいるだけでも真ん中から上あの真ん中から上には必ず行きます。そこにまあ昨シーズン 1年目でルーキーでやっていた栗原ルイスあと大崎っていうのがもう生き生きやってるのでもうねよかったアリーカップも沖縄のプレシーズン見に行ったんだけどよかったですねよかったキレキレだったし伸び伸びやってる感がだからそこの2人が今年はかなり鍵になるかなと思いますいあももうくすい 選手ですし、あのマイケルコーチが結構好きそうなタイプの選手なので、かるやっぱ分かるんだね。そうなんですよ。もうあの下向きに、もうひたすら言われたことをやりますみたいな選手なんで、まあそこにその個人のあのいいもの、例えば西山選手ですだったら、外のシュートが得意なんで、まあもうボール持ったらシュート狙いっていいよっていうことはもう言われているみたいですし。 なるほどね。チームとしてしっかりやるべきことをやった上で個人としての強みも出していけそれはもうずっと求められているので,、うん、でそれが、まあ、あるので、うん、大崩れは必もう絶対しないです。その上でそで新しい選手の,このちょっと変わったプレー、うん、ちょっと変わったというかそのエッセンスが加わるっていうか、うん、なんんていうんですか、うん、スパイスが加わるみたいなのが今シーズン最後にどうなっているかなっていうのはすごく感じました。 逆にさちょっとここが不安だなみたいなとこないのなんかここがちょっとこけたらみたいなそチームとしても、ね、一,一発勝負に弱いかもしれないっていうのが僕の中のちょっと今の一つの懸念、えー、なそれはどういうところで去年は、うん、あのビッグショットっていって、うん、なんかこう入らないと思ったシュートが入ったりなるほどもう時間ギリギリになって入るシュートっていうのがかなり多かったんですよ、まあ、それは あの誰というわけではなくて、うん、チーム自体ががそういうい雰囲気があったんですよんまあ負けてても同点でも必ずうち最後ボール持てばこれ入るだろうみたいなっていう雰囲気があったんですけど今年はそのビッグショットが入るかどうかっていうのもかなりこう成績にも変わってくるだろうし、ねまあ、一発勝負って何があるか本当にわからないんで、うんうん、そこがちょっと心配。不安要素としたらまあそこだそこあな。るほどね あとはねマック・ウェインはやっぱり去年よりは一つ年取どってるわけだからそこはやっぱちょっと一つ不安どうやってもそこの二人は軸だ軸ですもう必ずしかも相手もかなりマークしてくるだろうしねそうですねまあ去年は逆に言うとあんまりマークされてないところからうちが優勝することができたんですけど今シーズンに関してはうちを どうう倒すかってい強いって思われて試合に入っていくわけだもんね。んだからそこがもう全く違っていて、うん、外国人選手を例えばその他のチームは取る時も、うん、じゃあ信州はウェインとマックがいる、うん、じゃあそれに対抗できる外国人選手取ってこようってなるわけじゃないですかそうしなきゃ勝てないのでそうだ,よなだからそこはまず間違いなくなプラスだからその弱点も,もう研究してくると思いますし、うんうん、そこはやっぱりちょっと。 2年目の選手特に新しく入ってきた選手なんかはうん特にこう優勝チームに入ってきたっていうのもありますしプレッシャーもあるんじゃないかなっていうところはね。うどうその辺のさプレッシャーはさもう言ったら今シーズンはある程度のものがもう出来上がっててもう結果だけけ残れば昇格でで、すみたいなな状況なわけじゃん,うん、うんで。そのなんかこうプレッシャーみたいなものって選手たちってどう うんまあ、少なからず感じては悪いると思いますけど去年からのスローガンのなんか日々成長っていう部分が今年もずっと受け継がれているのでうん、うん、そこに関してはあんまり心配ないかなと思うんですけどちょっと心配なのは新規の選手たちが自分のプレーをやってくれればいいけど正直、マイケルコーチの、えー、バスケットって頭をすごく使う、うんですよ。うん 結構、ね、システムチックというかやっぱりいろんなこう決まりがあってやってますから、ねな,うんうん、なのであのそれを覚えるなおかつ覚えた上でそれを、えー、考えなくてもできるようにしていかなきゃいけないっていうのに関してはやっぱちょっと時間かかるんですよだから最初去年の一番最後のイメージをみんな持っていると思いますうん、うん、僕もそうですけどうん、うん、あの完成度を今年の頭一発目からそれをイメージを持ってると。 なんだよって多分な,、ね、なっちゃうけど<ー>去年の今頃と、うん、じゃあ今年の今頃って考えたら、うんうん、確実に今年の今の方が、うん、いいですだからそれをどこまでこう伸ばせられるか、うん、合わせてこれるか新規の選手たちが理解して合わせてこれるかによってまた変わってくるかなと思いますけど。 詳しいね。バスケ詳しいんです。よね。そうなんです。ちょっとやってた。バスケちょっとやってた。ちょっとだけです。ちょっとだけ。十年？ね。ちょっとだけ。でもどうですか。まあオーリアーズ一年目で来て、えっと八年九年これ今年でそうですね。九年目です。九どうですかその B.J. リーグからまあ今こう B. リーグになってまあ優勝まで来たと。でさらにまあ今年その上の B.1 をまあ目指すというになってきました。いや変化。いい風は吹いてると思いますよ。やっぱりその。 今までいた選手たちが、うん、ウォーリアーズっていうのをこの信州の地で地道にですけど、うん、こう名前を知ってもらうようにいろんな活動をしてきたのが、ね、やってたねいいろいろ、ねはい、それがもう去年優勝したことによって <laughs> ドーンって今認知度はすごい上がっているので、まあ、ここがさらにあのもっと認知してもらうもっと協力してくれる方たちが増やすためには今年の1年ってすごく大事だと思うし、うんうん、でも今年の選手去年の選手たちは。 今までの勝てなかった時代も来たばっかりの人たちの頑張りがなければ今のオーリアーズは絶対ないから,だからそれをやっぱり理解しなきゃいけないし自分たちが優勝というか自分たちがその勝っているから自分たちがオーリアーズを広めてきたというわけではないからそこだけは理解ねしなきゃいけないかなと思いますは歴史を一番見ているわけだもんね。 ちょっとバスケットかじってたんでやっぱりね、はい、ちょっとだけでしょう新州のバスケットちょっとだけかじってたね <laughs> <laughs> すごいねこれでも九年目九年目ですねどう最初入ってきた時にウォリアーズの今の姿がこう想像してたとかそれとももっと上にいるぐらいのことを想像してたのか当時を振り返ると<や>どの辺をこう見て、えー、あんまり見てなかったど,どう もう少し時間をかけて広まっていくっていうのはもうちょっと考えてました。見てました。もう少し時間が長くかかってでそこでやっと上がれるとか日本一を目指せるっていう感じなのかなとは思ったんですけど、まあそれも巡り合わせなんで、まあマイケルコーチってのが来て、まあマクヘンリーっていうすごい選手が来てで。 まあ、いい選手たちが集まってくれてっていうところで、うん、もう一気にこうグッと上がった、うん、っていうのはやっぱありますけど、まあ、この勝ってる状態をどれだけ長くできるかで僕が最初描いてたところ近づくのかなって思いますけどね。うん、この先描いてるところって高田はどんな感じだろう琉球ねキングスを見に行った時にすごい,良い雰囲気だなと思って、うん、すごいね思あそこは、ね、と特別っていうの,すけどあの雰あ気を感じたね。うん やっぱりこう長野県の別にあのウォリアーズだけではなくてそのスポーツっていう括りで考えたらやっぱまだまだこうスポーツ文化みたいなものは長野県はもっとなんかこうみんながいろんなスポーツを見てなんかこう上げていかなきゃいけないとこだなっていうのはすごい感じたんだけどそうあれはすごくいいんですよやっぱり沖縄。で高藤がこの「新種ブレイブウォリアーズ」で見ているところってど,どんなところをこう見て えまあそれこそ,このその他団体、うん、他のスポーツ、うん、例えばパルセーロさんとか山賀さんとか、うん、まあボアルスもそうだし、うん、まあグランセローズもいろんなところともう少しこう連携を取れないかなと思っていてそれがその見に来る人たちの増加にもつながるんじゃないかなと思ってるんですよ。なので もう少しその人数的にももっとやっぱりその見に来てもらえる、うん、気軽に足を運んでもらえるような姿、うん、あ,あとは盛り上がりっていうのは、うんうん、ちょっと考えてはいます、うん、そのために今僕が行動しなきゃいけないかなと思ってますし、うん、バスケだとど例えばウォリアーズでねどれぐらいの規模まで行けるっていう感覚はある例えば観客動員数とかもそうだけど。うん 可能性的なもの可能性としたらすごくあると思いますよ、うん、それこそ5,000なんて入るかなと思いますしそうですねほえてるようになればねまあまあそうですねんでかっていうとその山賀さんがやっぱあれだけ入ってるっていうところを考えると可能性はあるなっていうところありますやり方次第だなと思いますあとはその一部に上がるのか上がらないのかっていうところもありますしまあ強さっていうのは必ず必要、うんうん、だけども一つ欲しいのは日本人のスーパースター、うん なるほどねこれが欲しいですこれはもう絶対条件えこれがあれば5,000なんて余裕できます多分あそうバスケットで5,000は多分余裕できますそうですね斎藤貴人じゃダメだったか斎藤貴人はそのあのなんですかスーパースター暗い暗黒の時代を暗黒の時代を暗黒でもないでしょ支えてき 縁の下の力いすっごを押しつぶされて押しつぶされてってこう地面に埋まっていくみたいな感じのところぐらいギリギリのところにいたそうだったかかるそういう時だけねだから黒いですかそうそう肌がバカ野郎全然違うわそういう時だけいてもうねいい時にはいなくなる分かるまあそれはでもまあしょうがないことです時代だから例えば今でやれば八村塁っていうスーパースターがいて 例えば日本で言えばトガっていうのがいてでやっぱあれがいるだけで全然違うのであれを見に行こうと一人だけを見に行こうとなりますからねお供するじゃん取っちゃう取っちゃいます今今いいのいるんですよお金。八村あるいよいやいやいやね無理でしょうえひっくり返っても出ないし会社で出ないですか出ないですかキャッシュで出ないですか？今いる 日本,人日本人じゃないですけどいないんだ NBA 選手で、ね、今、余っているのいるんですよ、すごいスーパースター、それも取ってくれば、えー、まあちょっとはもう少しいいんじゃないかと、えー、し日本人は作っていかなきゃいけないもんなんでこれから日本がやっぱり全体でもその日本人のスターと言われる選手はバスケは少ない。少ない今,ないな今はだから逆に NBA 選手が2人 2>、うん、えと八村塁っていうのと渡辺雄、ね、太っていうここで昨日かな馬場がね馬場っていうのが、はい、う今度トレーニングキャンプに入って調整するんです,、はい、すごいねでそれは富山県から出てるんですよ八村も富山県馬場も富山の奥,、ね、奥田中っていうところなんですけど<ー>僕は奥田中と戦ったんです中学校の時に勝ちましたけど。<laughs> けど <laughs> けど、斉藤隆とは。もう、この。暗黒の時代。だった暗黒の時代。遠野の下のね。そうね。すごいね、面白いよね。富山は。そんなに違うの、何かが、長野と。いや、バスケットの、あれ、いいんですよ、選手、素材たち、素材が。でも、ほら、富樫だって、新潟じゃないです。そうですね。ええ?。当時、新潟です。そうなんだ。僕の。小学校の時の。体育の先生が。富樫のお母さんです。 すごいい近ね意外と僕はもうずっと富樫のお父さんからはもうずっと中学校の時から小学校の時からずっと「来い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 」ずっと誘われて行かなかったから今があるみたいなそうだったな人生のお金は思面白いですねすごいねでも接点がでも割と近場にいやでも僕シーズンって結構やっぱり昔からすごくいい選手ねいて今もそうですけど石川とかねあの でも中野もそういったらなして言ったら高校生東海大とかあそうですね,ね今増えましたね東海大にね強かったりとか,、ね、か,りとか今もう B リーガーが5人ぐらいいますよね東海大から、ね、そうですね確かに例えばだからまあ地元選手でいくとだからうちにも3人いるじゃないですか彼らがだからどこまでこう上がっていけるかっていうところもまあ一つの大事なポイントではあるし、うん、まあでもやっぱりちょっともう少しなんていうんですかねうん、うん、もう少しやっぱり 育成年代で高とがこうバスケの中長野県を見てきた中でどういうとここが変わってくるともっとこういい選手が出例えばサッカーだったら長野県うん、うん、やっぱりスポーツに目を向けるのが遅かったから、うん、グランドの環境とかやっぱり指導者の質もそうだけど、うん、いろんなものが他の県よりやっぱり遅れてると思ってて。うん、今それを やっていいかないと夢見る場所は山川やパルセロやパルセロレディスとかができてうん、うん、子どもたちはもう目指すべきところもすごい近くにあるうん、うん、けど子どもたちがやっぱり長野県出身の JD が育たないっていうのは、うん、環境面だったりとか指導者だったりそのハードなところをもっとこう改善していかないとちょっと育っていかないかなっていう一緒ですあ一緒なんだ基本的には一緒です<ー>でやっとこれでウォーリアーズがこうちょっと強くなってきてうん、うん、子どもたちの見る目、うん、あとはまあ来年東京オリンピックあって、うん、まあいい選手たちが。 ね、こう注目されるようになってきて、うん、でそこに子どもたちが目を向け始めているので今環境くくりとしててはすすごく良くなってます、うん、ただそれを教える、まあ、指導者の問題とか、うん、あとはその、まあ、設備の問題とかっていうのも、うん、日本全体としてもっと変えていかなきゃいけない、うんまあ、なおかつその長野県も変えていかなきゃいけないっていうのはもう間違いなくあると思いますし、うん、バスケだとさ全国の中で言ったら長野県ってどれぐらいの立ち位置にいるの さっき言ったそのほら福神やはまあそこそこいい選手が出てるとかっていうえっとその年代にもよって違いますけど、うん、でもやっぱり福神やつで言えば新潟だとかあと石川とか<ー>が強かったりしますよね昔高校はやっぱり福井が強かったですしです、ね、長野県っていうとそんなにやっぱりバスケットでは<ー>バスケットの知ってるやってる子たちは多いけども。うん そんなに上がってこないっていうイメージがいっぱありますうん、うん。バスケって人口で言ったら、すごい多いとかいうもんね。バスケ多いですね。すね。男女やりますしね。はい、ね。だから、その部分では。もう少しその、本当にバスケットを教えられる人。っていうのが、もうちょっと長野県で増えてきて。うんうん、いろんなことを取り入れてやっていかないと、難しいかなと思います、ねうんうん。そういう意味では、ウォリアーズが、こう担っているものって、例えば選手を終えた、ね、高田みたいに引退した選手たちが。 それこそ指導にあたるっていうところもかなりあれでね重要視されるというか重要視されますし、それをやってる人は長野県はいないんですよ。まあそうだね、今まではね。ないんです。だから長野県はすごく可能性がある。まあ本当にオーリアスのユースしかユースでアカデミーが教えてるし、か今バスケットを教えてるってはないんで、もう少しできればあの変わっ プロの、まあ、経験した人たちとか、うん、本当にその現場で、うんえー、バスケットを学んできたとかっていう人がやっぱり入ってこないと、うん、ちょっと、うん、うんレベルとしては上がってこないから、ねねまあ、でもそういうふうになんだろうもう少し時間をかけてだけど変わってきたら長野県の全体のバスケのあれも変わってくるそうだよね、ねその後、ねえー、面白いね。またね いやいやまあでもねこれでいよいよ今週末もついに開幕ですよ開幕ですね本当にねうすごですねあの終わってからこう去年のこう優勝のねところから意外とあっという間だねそうなんかまあブースターさんたちはずっと多分そのスケジュールを追いかけてるからまだかまだかってなると思いますよ意外となんかね俺らあっという間な感じあるけどどう開幕 開幕が強いんですよ相手があ強いんだ広島のチームなんですけどあのどう今年はオールスター選手を揃えろと b リーグのなので得点を去年の b 2得点を b 2のリバウンドがいってるんですよ。広島に広島にで日本人でもともと熊本にいた

うちで言えば、うん、マック・ウェインってところが、うん、向こうはエチェニケっていう選手とトーマス・ケネディっていう選手ああーって言ったけどあやっぱ知ってるんだねケネディは行きましたからね去年のファイナルの時に群馬と戦ったスキンヘッドの選手なんですけど、はい、<ー>それがもう本当にオールスターみたいな ね、だからね広島ももうほんに上に上げる上がる準備がもうできて,きてるなんかお金に糸目はつけないみたいなーもうオールスター選手揃えろみたいな感じで動いたらしくてうわー実際そんなそうそうそう実際一部のチームと倒したりしますからねプレープレーかあっほんとじゃあもうあれだね いやもう行けます余裕ですよみたいなそんな感じではないって、ね、開幕戦は逆にだからいけますよって感じじゃないけど <laughs>、うん、僕は勝てると思ってます僕は勝てるんじゃないかなとなぜなぜそれはやっぱり戦術戦略という部分ではこっちの方が上なんだろうなと思います、うん、もう個々の能力っていうのは広島はすごい高いけども、うん、それを、まあ、対応対策っていうのはう コーチも含めビデオコーディネーターがいたり、うん、いろんなこう,うちのスタッフの環境というのもすごく整っているので、うん、対応はできると思いますそれを選手はただだ遂行するだけマイケルヘッドコーチの話は結構いろんな選手とか思うけど、うん、マイケルヘッドコーチのすごいところってどとから見てえっと、うん、全部マニュアル化。あ 選手の、うんえー、その個々の選手のこのスパイスが加わるのを許容している。うん、まあ中にはそのいいバスケットをするコーチもいるんですよ。うん、戦術、戦略、システムっていうところで、うん、ただ自分の側を入れやすいというか、うんうん、この選手は外のシュートが得意なのにどっちかっていうとみんなに同じことを求めるみたいな、うん、コーチが結構いるんですけど、うん、マイケルコーチはまあ全部の ディフェンスに対応してるマニュアルがあってそこにでもこの選手はあの外のシュートが得意だからもう積極的に狙っていっていいよみたいなでこの選手はドライブが得意だから外のシュートよりかはもうドライブもとりあえず狙ってノーマークの選手を作ってそこにパスを出してくださいみたいなまあそれぞれに役割があって本当にそれを遂行っていう感じですね。バスケットの もちろんゲームをしてるんですけどうん、うん、選手たちはそれを遂行するんで仕事をしてるみたいなって役割をもう本当にでその役割も個々の一番いいストロングポイントのところをだ出せる形を作ってるって、ね、そ,うそうですね<ー>それはすごいなと思いますバスケもあれでしょうやっぱりデータなんでしょ全部今はもうダリーナ競技ってやっぱデータなのね、うん、バレーとかももそういういんね まあ健康に左右されないですからね。確かにね。まあそうかね。はい。だからこがやっぱりすごいですね。だから僕らがまあ僕らの世代とか今までこうバスケットをやってきた中で、まあある程度のセオリーがあるわけですよ。でそれを去年一年間やって変えられた。 っていうのかな変えなきゃいけない要はそれがああなるほどっていうのが多いので変えなきゃいけないっていうところがあってそれに覚えるのがやっぱりどの選手も対応するのが去年はちょっと遅れるんですよでも最終的にはやっぱそれがいいところに行くじゃないですか。去年経験してる選手はもう元々のベースがあるんでそれはもう時間かかることもないしだから新規の選手たちが覚えればもうそれはもう完成するだけの話なので。 いやいや楽しみですよ。まあでもそんなね開幕節で初めて。何するの？解説？解説します。やっちゃう？実況じゃなくて？実況？解説じゃないでしょ。バスケの実況じゃなくて。ガールとか言わない？バスケもゴールって言うの？言わないです。言わないでしょ。ゴールゴールいますよ。ゴールいや言う？ゴール。バスケなんて言うんですかね？入った時ですか？入りました。 実況はダメだよかった解説で。マジで楽しみだ。土曜日ですね。どう解説？でも今のね、おべり担当も、お知ってますね。知ってる、見てるもん。ありがとうございます。僕はね、SNS でね、おしゃべり担当いつもやってるからね。もう慣れてきたでしょ。でもどう慣れてきてないっす。来てない。もうドキドキしながらもうやってますよ。現場とか行くときもあるでしょ。練習の ところに行って選手に何か聞いたりとかこの間聞きましたどうそういう時いやもう緊張する変な感じです特にこの前はインタビューをやらしてもらったんですよなので普通に会話していいのかその敬語っていうかを使った方がいいのか例えばもう今年キャプテンの竹井なんかは敬語を使って竹井選手っつって 今年のオールやつどうですかみたいな。ちょっと違和感がある。違和感がある。タイミングでどうだったみたいな。本当はそういうの聞きたいですけど、まあそれはやっぱりねテレビというものを意識するとやっぱりそうなってしまうんで、なんかすっごい変な感じですけど。いいねいい経験だね。いやいや、でも楽しみです。れで僕も楽しみですね。解説でしょ。今ずったけど、ABN はいはい。二日土曜日ですね。二千目だ。二千目千目のね。はい。十三時五十五分からやるの解説は初めて。 高校生とか小学生の解説やったことありますそういうプロの実況もいて実況もいてはいでもじゃあじゃあまあそうですねこういうのはプロの試合っていうのは初めてですねまたあれだねなんか違った目線でちょっと新鮮なんじゃない新鮮解説ももちろんさ自分がいたチームもこうやって解説するちょっと今悩んでるのは松岡修造さんみたいにいややい行こうか松木さんみたいに 行こうか、うん、なんかこうキャラ作りをしてやっていこうか好きにしろやもう <laughs> どっちにしろやもう <laughs> まあその後はその斉藤高人で行っちゃおうか、うんはい、いや、ね、だってなれないでしょ松木さんじゃ松岡修大さん慣れないでしょ,い,でしょいやいやあんないけるいやもうスイッチ入れますよ嘘つけいやいや バーンとしようとてみたいなもういけ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 みたいなそれだけっすよもうちょっと面白いねでもねなんかちょっと今考えてみたらそうですねでもなまあ普通にさらっといくんじゃないかなと思ってますけどいやいやまあでもねちょっとそれも楽しみにして僕らは僕らも仕事なので録画した後で見るしかないですけどね現場にでもまずはやっぱりね開幕戦だし当に今年ホワイトリングですからねホワイトリングですからね まあ本当にいけない人とあとはもう行った人も録画とかしし,したりとかね,ね後でねううで後で見ることもできるしもうすごい恥ずかしいです、ね、高田やなみたいなそう本当にそれはね,ね言われるんじゃないかと思って、ね、間違ってること言ってるんじゃないかなと思って <laughs> いやもう SNS で書こうカミカミだぞみい,いやもうそれに対して僕すぐにこう携帯でも解説やりながら <laughs> 今こうやってドバシさんから来てるなさ <laughs> ーチしながらいいねちょっと楽しみだなねいや いよいよ本当でも開開幕幕だね楽楽ししみみシーズンが本当に一部に今年はねいける条件が揃ってるっていうのが分かってる状態であとはもう勝つだけ選手はやっぱりなんかそういうもちろんね昇格とかっていろいろ言われるだろうしあれだけど楽しんでもらいたいよね今この環境ねそういうプレッシャーも含めて楽しんでなんかこう楽しまないと見てる人も楽しくないですよね まあ絶対毎回楽しいわけじゃないからうん、うん、まあもちろん負ける時もあるしまあちょっと劣勢になってる時もあるだろうけどうん、うん、まあその状況を楽しんでもらいたいしうん、うん、そうだねそういうのがこう見てる人に伝わって、うん、どん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 こう応援してくれる人が増えるんじゃないかなと思うんで、うん、確かに今解説っぽいこと言いましたよ本当だね,ねちょっと真面目なこと言ったからカットしようかなカットできないですかいやいやねちょっともう本当 切りがないのお前たち喋ってるといやそうなんですよ。田川とやってる時間そうでね。もう二時間番組いっちゃうからやめてください。用事ありますかこのはい。じゃ県内スポーツ行きますか。あ、ちょっとそんな田川のねえイラストまたみやさんに書いてください。ああみや先生。本当だ。ほら。本当だ。なんかこれドバスさん見たいな。それじゃねえよ。それじゃねえ。写ってねえからしかも。 はい。どう似てます?。いや、似てる似てる。わかります。特徴ありますよね。うん、でも、今のがちょっとふっくらしてる。からそうなんですよ。僕も思いました。はい。だから、宮先生はね。ちょっとこう、少しよく書いてくれ。ありがとうございます。宮先生。ありがとうございます。気づいてる?。斉藤高人。でも知ってます。はい。気づいてます。髪型のところですね。そう、そう、そう。僕もそれ、ちょっと開幕の時。解説する時には、これ、たかと。嘘つけよ。やらな嘘つけよ。できねえだろ。 ありがとうごすいません、3人でね、プレゼントじゃあ、出スポーツね、高田が気になる他のスポーツも見ましょうよいきましょう、県内スポーツはいじゃあ、まずは J1 ですね、ビスッセル神戸と当たりました、松本山雅ですけどもいやー、僕、見ましたよ、あのね、ビジュアルの1点目、スーパーですね、2枚ディフェンスいた中で、ただ、得意な形だったから、ああ、やられたなって思いましたけどね。 まあ、スター軍なのねーやっぱり神戸とやりましたけどもね、まあ、ゴールパチ率含めてちょっと向こうの方が上でしたけど、えー、でもね、あのー、1点目もそうだけど、あのー、セルジーニョがいいタイミングでシュートをってねやっぱりゴールを奪えてるっていうところはポジティブに考えて、はい、ただやっぱ,、ね、攻殻やっぱり降格圏内に入っているところです、ね、そうなんすよね勝ち点がやっぱり絶対必要ですよねそうなのそこをやっぱり見ていかないとよだから厳しい状況には変えれないよね,ね結構詰まってるんですもんね。 ですよねなのでそこがやっぱりねなんとか残ってもらうっていうところですよねまずサポーターが求めてるものすごい解説してるないやバスケットも一緒で一部に上がるけどすぐに落ちてくるっていうの上がったり下がったりって繰り返すんですよ今そうしてもだからそこに残れるかどうかがもうその次全然変わってくるんでどの競技でも一緒だからそういう面では見てます 山賀さんをね、今ちょっと厳しい状況。だそうですね、はい、まあ、次次節ですね。次節は、えっと、一周相手ですね。一周相手。一周相手。スケジュール出ないじゃないですか。ここか。あ、出ましたね。fc 東京。一周相手、fc 東京。まあ、ホームですからね。一位ですよね。そう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 。まあ、今日ですけど、まあ、なんとかね、ホームの力を借りて。 本当ですね。ちょっと勝ち点を取りね、行かないとということです。はい。期待しましょう。はい。続いては JC ですね。バルセイロは藤井とホームでゼロゼロと。はい。まあねお互いチャンスあった中で決めきでしたけど、まあ藤井も今年いいんですよね。そうですね。今上ですからね。あの本当に。 センターバックの、ね、秋元って僕、興奮の時一緒だったんですけどベ<ー>テランとして秋元のセンターに行ったりとか前線に森島という,、ねうん、もう有名な選手、まあ、その辺の軸とかがしっかりした中で、はい、まあしっかりよく走るし、うん、うんいいサッカーするなと思いながら次、ねうん、節も一周空いて同じ日ですね9月29日アウェーですけどもセレッソ大阪有、はい、23と、うん、ここは、ね、本当に勝って一つでも1 そうですね。ということですね。やっぱりちょっときついですよね、昨シーズン、やっぱり長野県内はかなり優勝して、続続いいててだったですよねその流れがね、今シーズンでいったら、唯一、グランセロすね。唯一のだからね、そこにみんな乗っかれるように、をつけたですよね続きましては、なでしこリーグですね。 うんえー、9月10日、リリ <laughs> ースも相当厳しいんだよね。伊賀、うんね、との試合ね。ねまあコーナーキックから失点しまして0対1で敗れ。えー、まあ会の2チームもね同じく敗れたので、うん、差は変わってないですけども。いやもう次次節ですよ。このね再会の 2, 2> 大リーの、ね、この試合はこれはね負けれない試合です、ね。いや落とせない試合ですね,ねこれね。大学戦のね。そうですよね。それがだからサッカーってちょっと不思議なんですけど。 なんか入ってるじゃないですか。ああ、リーグにね、あんな23とか入ってたりするじゃないですか。そうだね、仕組みがまたバスケットは違う。違いますからね。ここ勝てばね、ここ勝てばちょっとね、スと離れるんで、なんとかこの一戦をね、ちょっと期待したいですよね。はい。続いては B シリーズですね、グランセロさん。これはもう、はい。いやあすごい。これはもうすごかったですよ。すごいよね。三発でしたっけ？ちょっと余裕。 なちょっと貫禄があるようなスコアじゃないですかそうですね,ねこれはちょっと VTR あるんで見ましょうこれはですね地区の、石地区のチャンピオンシリーズ、まあ、前期後期優勝しましたけれども、うん、2位の石川ミリオンズと、えー、戦いましたけれども、まあえー、3勝方式3勝先のね、先勝方式ですけれども、まあ、1勝すればということで、うん、まあ先制されたんですけども。うんうん その裏、すぐにホームランです。ごいよね。先制されて流れが向こうかと思いきやもうすぐと、また2回にねそういう流れができてるんでしょうね、きっと勢いがあるんだよね、ね。ホームランですぐに勝ち越しですね、いいかもしれんな、監督ね、もう一発で決めますって言ってましたもんね、この間ね、本当に6回がね、もう今年の強さというか。 正直自信もあるんでしょうしね。この回七安打でしたね。もう六点を上げまして、う<わ>もう試合を、ね、ここで決めました。もうこの六点で。バッティングセンターでもこんなに出ない。<laughs> <laughs> どこと比べて。<laughs> どこと比べて。<laughs> でも本当言ってた通りのね一発で、うん。本当に決めましたよ。最後ですね。楽しんで。気持ちいいですね。いやーこれで。 えー、東地区の、えー、あれですね、栃木とですね、戦いますけど、いつも以上に、えー、選手が普段通りの力を出してくれて、いや本当に、えー、嬉しいですね。えー、これも日月ですね。はい、<laughs> はい、チャンピオンシップがありますのでサッリクとオリンピックスタジアムです。ホームであれね、ホームで最初ですね。ね、これでだから。 一位が決まるわけですね。そうです。これで、えっと、ビシリーグの、え一位が決まって。で、さらに、今度、ゆえの、独立リーグの遅刻とですね。日本一を決める。はい。はい。いはぜひね、最初の試合、日曜日、月曜日ですけどね。ぜひ応援してですね。はい。栃木を。ぜひ、ってねそうですね。楽しみにしております。で、ええ、次はアルティスタですね。 やられまあただ可能性がね昇格の可能性がなくなったわけじゃないんでそうですよね10月から始まる枠を取ってそこはね選手ももう落ち込まずに切り替えてまだ可能性があるっていうところに全社にかけてぜひちょっと昇格をね期待したいなと思います。

ね、まあ白鷺か大阪も上位ですからね。上手だな。こ,この前にね、いくつかチャンスあったところで、うん、うちがやっぱ先生で取れたかったのは一つ、ね、この試合の展開のね流れが。流れがやっぱり大事すよ、ね、先生で取られて。ただその後すぐねコンセントプレートをつくっていうね。ねはい。サブのサシーズン得点を。はい。やっぱこのシュート良かったですよね。今見たんだから、ね。やっぱ会場行ってもやっぱ盛り上がりがすごかったですから。千三百人だからね。ですよね。フットサルで千三百人って本当にそう。 これいいタイミングね相手のそうですねいいいいもうこれはあれでしょ監督これはもう狙い通りでね作戦通りですもうねはいいやこれはねやっぱりこう強さがあってこのパワーといやもうインサイドアウトだねバスケットでいうとインサイドアウトあそうなの中入れて外ですよねサッー前半はに対していいですね後半でこれを終わったですね。 中条,のねはい、中条を奪って最後。ぶっちぎるっていうね、ああ、いい形、狙い通り。小林がね、セカンドからトップに上,、ね、上がってデビュー戦で点を取るというね、うすごいチームとしてはいい流れだったんだけどここからでしたね。もうあとは、ね、パワープレイに出たところ。 覚えました、パワープレイ覚えた。この間行かせてもますね。第二 PK ね。これはこれキーパーめちゃくちゃ怖くないですか。いや怖いと思う。よくあんな前に出れる。うん、これパワープレーだしね。ここはもうね、もうしょうがないです、ね。この辺はね、うん、もう取りに行ったあれなんでしょうがないかなっていう。ね、この辺がやっぱり。 何が違うんですか今回上がってみて上がってみて、みまあ違いは正直言うと全て違う、うん,うーん強さもそうだしプレー判断、うん、判断のスピード全てにおいてスピードがパススピードもそうだし、うん、判断のスピードドリブルのスピードとかなんかそういうスピード技術の面もそうだけど止めて蹴るの技術もそうだし全てにおいてうちはまだ正直やっぱり2部のレベルだなっていう。だから 例えばフトサルの世界で言ったら一部と二部のチームの入れ替わりがどんどんもっと激しくなったりとか選手が一部でやった選手が二部に降りてきてどんどんこう選手の入れ替わりがってったら一部と二部の結構こうピラミッドがちゃんとした、うん、で二部で優勝したチームが一部に上がって一部でもそこそこ戦えるっていう形でね入れ替え戦をやるようになって初めてうちが入れ替え戦勝って昇格しましただから選手もなかなか二部に落ちてくる選手なんて今まで過去にいないし、うん。 でそれでうちがこう入っていった時にやっぱり今まで地域リーグでやってた選手たちだから,だからそのどうしても2部と1部の差っていうのがすごくあってだからそれをまあ今シーズンもやりながらだけど監督ともうそこをなるべくこう埋めるようなだから選手を育てていくっていうことを力入れながらやってる感じかな今でもやっぱりすごい今見てもそうだけどももうう体格も違うでしょ体当たった時の。 強さみたいなものも違うし、あそこでやっぱり負けちゃうと戦えないよね。必ずね、そこがやっぱり踏ん張れない。だからうちは今はもうとにかく戦術で一人でダメだったらそこに二人行かせながらとかっていう。なんかサッカー詳しいですね。ちょっとだけね。やってたんです。幼稚園の時。幼稚園の時、すごい詳しいな。やかましいまあ季節は一緒相手ですね。はハウェーで。 いたたとまねいやもう今首位ですからね大分がまた首位とのただ本当に寿アリーナで市民でというか1300人来てくれたんですごい雰囲気だったんですよいや寿でもね完成して非常に駐車場も広くなったしねすごいねいい雰囲気を作っていただいたんでもうときウォリアーズがねその雰囲気を作ったところでそう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 うちがねうやってみて。 なんかスポーツを盛り上げてるっていうかね、地域をこうやってるっていうとこそうですよね。だそれがいい。相乗効果相乗効果だね。スポーツを見るってところですね。ぜひ楽しみにして。はい。頑張ります。ちょっとコメントが来たので、開幕の楽しみです。解説は松木さん風出てきてますね。松木さんいきますか。松木さん風ちょっとやってみてください。なんででわかんねえよ。 ああチャンスみたいな。僕もそんなイメージです。すいません、せばさん。あと沖縄から見てるキングスブースター。マックもゲストに呼んでくださいと。いや、マック来たら喋れないから困ります。マクエリーはあの日本語わかりますから。いやいやいや。何英語。え？喋れない。あ、喋喋れない。マクエリーはあの。日本語まあわかりますね。たすごい人気だ。 いいやいやそそれはそうですよいマックが入ってきた時みんなうわーってって、ね、フリースローマックが打つ時、あのー、普通ならねブーイングなんだけどブイングなんだけどシーンだって入れたら拍手が湧いてたからねだからそういう文化がやっぱりあってすごいそれをやっぱりこうもっと長野県の,、うん、あのバスケットを知ってる人たち見に来る人たちもそういう文化をやっぱ知ってほしいですよね、うん、だからブースターさんたちも他のところを見に行くっていうのがあったら、うん やっぱ刺激になるよね。ここではこうなんだと、そうアウェマックすごいな。すごい。あのね、もうキングスの雰囲気、もう本当面白かったもんね。勉強になったし。なんかアリーナ競技のなんかこう理想とするね、なんかちょっと形じゃない。ですよやっぱり。僕らもやっぱり沖縄に行ってやりたいってやっぱ思う。はい。 見てる人みんなが楽しんでるからって声出してなんか、うわーとかそうですねそれやっぱいい雰囲気ですよねそれもなんかこうなんていうの MC 主導じゃなくてね自然にこう自然に盛り上がるそう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 あのね雰囲気とかの森みたいなものがやっぱすごいよね長野もだんだんとそれに近づいていってますからねそれはいいかなと思いますね。 マック、乗ってく車って言ったらうんうん歩いてってそんな日本語でそうなんだ喋れるんだ喋れますまあもう10年もねまあ、そうですよ。早く日本人に帰化しないかなと思ってますあ確かにね面白いね面白いですよね確かにいやでも本当面白いね早く帰化してくれないかなと思ってヘッドコーチかお前ははいじゃあプレゼントいっちゃいましょう と、後半戦のね、松本山の9。の、はい、九月二十九日、fc 東京戦。ペア一組ですね。あとはパルセイロ。パルセレディース。えー、と、オリヤーズ。いつも通りですね。あ、ボールスもまだありますね。はい。いいですね。じゃあ、それも、いましょう。で、えー、と、今日あれですね。ええー、三入り、似顔絵。斉藤高田さんのやつですよ。はい、本当ですか。いますかね。欲しい人斉藤高田さんのすか。 いなかったら、いる、いる人じゃんじゃんコメントください。トイレに、うん、飾ってきます。うちのトイレ、いいじゃないですか。毎日見れる。毎日見る。いますよ。まあ、せっかくですか。あれじゃその後ろのポスターもね。ちょっとサイン入れて、こう、これですか。あの、最近、僕、あの、ホーム。タウン活動でやらしてます。やらせてもらってますけど。あの、やっぱサイン欲しいって言われた時の対応で。 今までで番号を入れてたんすよサインにでそれを入れるか入れないかってすごい悩むわけですよ後ろもねさっき書いてもらいましたそうなんですでもまあ今シーズン誰も6番をつけてないので6つけてもいいかなとなんで例えば T シャツに今シーズンの全選手のサインこれからもらいますみたいな人がいて一番最初に僕が6って書いてるんですよだから謎の謎の選手が誰だよ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 誰だな誰だよいだよ誰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  まあここにがっつりとまあここら辺からやっぱりそうですとここ入ってこったけい大崎あたりかけいそうじゃがぶるぐらいちょっとキャプティですから隠さないでくださいねそこそうですねキャプティ僕結構キャプテンに期待してるんですよだけにダンクみたいなシーズンちょっとまあプレシーズンではあまりこうねいいスタッツ残せてないんですけどキャプテン 必ず成長できる機会を得ているのでそこがまあ今シーズン彼がどれだけこう飛躍できるか精神的にもそうですし今のままじゃやっぱりちょっと難しいと思いますけど、うん、まあシーズンを通してどれだけ成長できるかそれがこうプレーに出てくるんじゃないかなと思って一番期待しているのはここです。うんはい、で活躍が義務付けられているのが大崎・クリアラ・ルイス。うん ロイスがいいシュート打つんだよな。はい、で今年意外と佐藤拓也の足の調子がすごくいいんです。佐藤拓、ね？今年のね、<あ>佐藤拓の動きがいい,いいんですよ。非常にいいもうあのなんていうの？縁の下の力持ちで非常にいいポジション取りしてるなと思ったんです。あの足の調子がいいんですよ。うん、佐藤拓？はい。今まで足の調子がやっぱ悪くて、うん、ずっとやっぱ悪いんですけど、うん、今年はまあ体も絞ったりもそうですし。うん すごくいいんです。で、ベテランとしての味をしっかり出してきてるので。癖をやっぱ出してきてるから、いいかなと思って。なんか俺、どの試合から見たけど、非常にこう、スクリーンの位置といいんですよ。あの、速い、普通に走るスピードが速くなってるんで。いや、非常に。それがもう、全然違います。いいね、ちょっと。さっね。いいじょ、いい状態になってきてるね。いい状態だと思うんですよ。まあ、怪我だから、一つ心配ですけど、まあ、それさえしなければ、いい状態になるんじゃないかなと。思ってます。ました。 行きましょう。いやあ短縮ですね。じゃあちょっとプレゼントもそのポスターもプレゼント入れますので。はい。ポスターもプレゼント。応募方法はいつも通り。メールで9月22日中ですかね。日曜日中に送ってください。これ僕応募してもいいんですか。いいですよ。ありがとうございます。はい。当ててくださいチケットね。チケット見に行ってください。はい。やっぱチケット買うんじゃなくて当てて見に行きたい。当てて見に行くっていう。大事ですもんね。はい。 じゃあ次回ですね、テレビ版は9月24日そうなりますよねうですね。僕のやつが出るわけじゃないんですねいや出るかもしれないですかそれによって多分視聴率変わってくると思いますすよ。落ちるかなちょっとレディースの日体大戦も入れられたらちょっと行たいなと思いますねこのね大事なところでそうですねはいその2つが注目ですよねでインターネット版は9月25日 この日ねちょっとゲストないんですけども、なし。はい。ただですねちょっといろいろ告知することがいっぱいありますのでね。あ、そうなんですか？僕出ますよ。あ本当ですか？はい。じゃあ遊びに来てください。本当ですか？はい。どこ長野市からやるんですか？あのまあでも長野市ですね。僕の休憩時間12時から1時までその間でいい。いや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 12時から番組始まっちゃって遅れてくるんじゃない？そう終わった後待っててください。テレビ電話かなんかで座とか。5分ぐらいしたら帰りますから。 まあ逆にあのいろいろコメント送っていただいて、逆になんかこの新種スポーツ一刀両断のこの番組でね。やってほしいこととか。ね。送っていただければ、なるほどね。やってほしいこと。やってほしいこと、ね、こんなことやってほしいなみたいな。ちょっと僕はあの今年思ったのは、じゃあ高田がこうなったので、オリアーズの。アウェイの試合を。ちょっとパブリックビューとか面白いんじゃないかな。毎回やりましょうよ。毎回。まあ、一回ですか。そりゃそうだもうな。どうせやるんじゃ、もう毎試合。毎試合やっぱり。 ありがとうございます。急に静かになたまにでいいから。あとこの番組で運動会やりましょう。あ、それねずっと考えてるんです。だから。やりましょうやそれをね誰がやるってまとめるのが大変だねつって場所といいね。ちょっといろいろ来年。野球選手足速いんじゃねえかとか。そうそうそう。誰が一番速いんだみたいな。どの競技が一番速いかなみたいな。タケイ。タかな。そうそうタ速いよね。50メートルどのぐらい出せんだろう。50メートル。 んあっこの間もね,ね、えー、出てもらったけど5秒台そしてね 50m5 秒,秒,秒9とかまあ5秒台なんてざらですよ。本<当>はい だって、初速が大事じゃないですか。バスケット。まあ、そうだね、50は早いね。あと、切り返しのところ、はめっちゃ早いです。反復よく飛ぶ感じ、やっちゃうかね。ね、ちょっと面白いよね。面白いね。大玉送りとかやりたいです。大玉送り。ね、小学校の運動。本当だよ。綱引きとか。白組感じました。いや、面白いと思いますよ。あの、寿アリーナでやったと。いや、マジでやりたいのよそれ、もう、前から考えてんの。やりましょう、やりましょう。寿アリーナでやりましょう。ね。はい。ホワイトリンクでもいいです。よ いやいやちょっとね考えましょう。いろいろね考えてることいっぱいあるんでね。まあそんなのも送っていただいてわかりました。えじゃあそんなんですよ。もう今日は長いですね。長いんですか？短い短いですけどね。一時間十五分ってここ最近なかったよね。なかったですね。あそうなんですね。どれだけ喋んのよもいやもうずっと喋ってらいますけども。おべり担当。終わってても喋ってていいからしょ。一人で。お喋り担当やってるんで。いやで面白かったですね。ねあ面白いですね。いやでも本当に。 今週末ね、解説も含めて、楽しみにして。今後の抱負みたいな、ね。今後の抱負。何ですか。何はもう人生でもいいし。人生でもいい。まあ、とりあえず、あの、まあ、今シーズンの、開幕戦が、ウォリアーの開幕戦が。ええ、二十日二十一日と、始まりますので、ぜひ見ていただければと思いますし。僕がやっている、その。 新しい役、えー、ホームタウン活動推進担当という役で、えー、長野県の、えー、スポーツそれからまあバスケットを、えー、どんどん広めていこうとやってますんでぜひあのー、声かけてもらえれば嬉しいです、うん、はいはい、はい、あとあれですね、えー、介護のレンタルはメディカルケアさんでしょもちろんそうですねはいもうあのー もう一人契約するしかいはったから僕で探しましたあと介護施設もね求人募集かけてるのでああ人がね働くほ入れば僕なんかのマッサージを受けれるんじゃないかななんて受けるんじゃないかなでもい受けられない可能性もありますよあるけど受けれる可能性のが高い受けれる可能性もあるんじゃないかなみたいな 面白いよね、でもね。出て入ったらだっとかいるわけでしょ。そうです。その時にあの僕にご一報ください。すごいね。ね、面白いですね。いやいや、まあまあ、でもまたいろんなね角度からこうね。スポーツを応援していただいて。盛り上げてこう。はい、ぜひ。またね、番組にも。まあ呼ばなくても来るような気持ち。いやいや、もう準レギュラーでいきましょう。純レギュラーで。どうですかまあ、たまにでいいね。たまにでね。あの、一人だとやっぱり何気に大変じゃないですか。 いろんなスケジュール調整だったり振る人が一人しかいないとかあるじゃないですか僕ここにいつも座ってますんで間にこう一人ここにここにだから一人入れてゲスト入れてゲスト入れてやってくれる終わるわもう時間もうキりがないわでまたちょっといろいろやっていこうぜひぜひよろしくお願いします じゃあ最後タイトルコールでいつも通りいいですか今週も皆さん長い間ありがとうございました長い時間ですねありがとうございました新州スポーツお前何をいつも通りだろ一刀両田全然忘れちゃってんじゃちょっと長くしたいからいっぱい出たいから今週も皆さんありがとうございました新州スポーツ一刀両田忘れてるやんけもういやそういうわけじゃないんですけどね出たいテレビに出たい Divo.